今日はですね、こちらを割り出ししてみたいと思います。じゃじゃーん、完全にゴム化ってやつしてます。どうも皆様こんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。はあ、ということでコバエルを日々大量にブリードしている黒猫なんですけども、あのですね、今日も鼻詰まっておりまして、ついにヒノキ花粉が始まったみたいなんですね。ヒノキ花粉嫌だな。イノキは大好きなんですけど、ヒノキはちょっとね苦手です。元気があれば何でもできるだー。花粉症なんですけど、実はちょっと記事を読んじゃいまして、克服できるんじゃないかと今ちょっと期待をしてるんですね。というのは、一日ですね、とある食材を一つ取れば花粉症を克服できると読んじゃいまして、科学的な根拠に基づいての記事なんでね、何かというとですね、ごぼうなんですよ。一日ごぼう一本取れば花粉症は克服できると。食えるだけねえだろう。ちょっと一日ごぼう一本というのは現実離れしてますよね。そんなごぼうばっかり食べれないですよ。ねえ、出ないでしょう。なんですけど、なんでごぼうを取ったらですね、花粉症克服できると言いますと、アレルギーなんでね、自己免疫が暴走してるわけで、それを抑える作用がある。それはごぼうの中に入ってると。それがね、フラクトオリゴ糖ってやつらしいですよ。フラクトオリゴ糖って売ってますので、全然。シロップとか、粉とかで売ってますので、これ買ってですね、1日 6g 以上取ればいいということなんで、これやっちゃおうかなと思っております。はい、そして来年は、花粉症克服した黒猫に会えるかもしれませんね。頑張っていきたいと思います。さて、それでは今日の本題に入っていきましょう。今日はですね、こちらを割り出ししてみたいと思います。じゃーじゃん。じゃーじゃん。じゃーじゃーん。どろどーあーはい。こちら、なんでしょう、この汚い物体は。こちらはですね、あれですよ。河原禁止ボトルです。ブナのね。で、このような状態になっているというのは何でかというと、産卵セットで使ったからですね。これは、赤ドンキ。なんだこいつ。はい、赤ドンキですね。赤ドンキっていうのは、ドンキエールコクワガタってやつですよ。はい、その産卵セットをですね、こんな感じになっておりまして、これ、2回目のセットなんで、期待半分で割り出したいなと思うんですけど、いるかもしれないですし、いないかもしれないですね。たくさん産んでたらこの辺にね、幼虫の子食べた後、食根っていうのがどんどん出てくるんですけど、でもそういうのは出てこないんで、産んでないかもしれないですよ。2回目なんでね。なんですけど、この辺すごい荒れてる感じがしますので、産んでる可能性もあるかなと思います。これを今日はどうにかして取り出していこうと。で、ちなみにメスちゃんはこの中でお亡くなりになっておりますので、埋葬してあげたいなと思っております。では、今日も頑張っていきましょう。ちなみにこれもコバエルの産卵セットになっておりまして、嫌な感じです。かなりコバエルがこの中でも繁殖をしておりますので、もういい加減ね、早めに処分したかったんですね。表面は硬いですけど、中の方はね、割と柔らかくなってんじゃないかなと思うんですよ。さすが河原ですね。完全にゴム化ってやつしてます。このボトルは壊してもいいんですけどね。はい。いいんですけど、一応ね、使い勝手のいい大きさではあるのでね。幼虫がいるんであれば、ぼちぼち出てくるとは思うんですが、硬いです。とにかく化け物のように硬い。幼虫がね、繁殖して食べてくれてたらポロポロと割れるんですけど、それがないということはやっぱり2回目は産んでないのかもしれないと思いつつ、期待半分でいきましょう。
赤トンキね。まあ、それなりに幼虫取れましたので、はい。ね。まあ、繁殖は心配しておりませんけど、まあ、それは多い方がね、こっちも結構、お金かかるんでね、赤ドンキは。なんで、できたらもうちょっと欲しいわけですよ。はい。今のところ全然おりません。ダメかな？ダメかもしれない。よっ。これね、下手したら幼虫ぶちゃって潰れちゃうからね。が、すごい。ゴムすごい。これゴム化ってやつ？すごいですね。ゴム化。ほんと。これ割った方がいいかな？これ。入れ物。まあでも、いなさそう。いなさそうです。よし。あー、ショックないっすね。さすがに2回目は産まねえかな。産むときは産むらしいんですよ。あれなんかそれっぽい？あれ？ちょっと柔らかい部分が出てきましたね。この中で、死んでるやつが、ちょっと、メスちゃんを取り出さないと。いや、結構きついっす。ああ、こんな硬いっていうことは、産んでないかもですね。よいしょ。わ、すごい。なにこれ。すごい。なにこれ。なにこれ。なんかすごいんですけど。取り出せそうなんですけど、このまま。え、マジですか？あ、それ楽でいいよ。あ、しまった。中途半端になっちゃった。これ、取り出せるやったらそっちの方が、ね、いいんですけど。いや、でもちょっとまあ、ふん詰まりというか、詰まってます。下手に幼虫とかいたらね、潰しちゃうんで。ダメだ。こんなんなりました。いてほしい。ですね。よいしょ。こっちの方はいないんだ。食効がないから。ほんと取れそうなんですけど、取れそうで取れない。いるのか？聞いてくれ。頼む。あ、取れそう。お変な声出しちゃう。おおい、あ、取れる。ゴム化のなせる技ですね、これは。ほっ、取れたー。はい。いるでしょうか？いないでしょうかね？なんかパン？なんみたいな感じ？中の方はね、ゴム化はしてない。スポンジで柔らかい感じ。いてほしいですけどね。一頭二頭でもいいんでいてほしいんですけどね。お亡くなりになったメスちゃんどこ行った？あった！いた！あー！お疲れ様でした。お疲れ様です、メスちゃん。あー、頑張ってくれたんだね。はい、埋葬いたします。ドンキ高いですからね、いてほしいですけど、お願いします。1、2頭は産んでてほしい。どうだ？いや、いないか。いないっぽい。いないっぽいですね。残念。いや、これ、ショックじゃないな。いや、2回目産まなかったですね。やっぱ1回で終わっちゃった感じか。はい。まあ、20頭ぐらいは取れたでね。うん。まあ、いいんですけど。いなかったか。2回目。期待したったんですけど。コバエルを量産しただけかな。まあ、メスは頑張ってくれましたね、ほんとね。とりあえずこれで、まあ、ライン、類大のラインには載せれそうな感じです。はい、いなかったです。残念ながら。うん。いいボトルだな、これね。はい。まあ、仕方ないですね。こればっかりは。まあ、今、
育てるやつを大事にしましょう。尺が余ってるんで出品しようと思ってるミラビリスを、わあ、コバエルがもう解放しちゃった。しょうがない、しょうがない、今週はまあ虹色とミラビリスのペアと出品する感じの予定にしております。ミラビリスも結構ね値段下がってますので、2万とか3万とか普通にしてたのが今1万円切るぐらいの値段で買えますんで、おすすめではありますね。出ました？あれ？どこ行った？出てない。どこさ行っちゃったんだろう。あ、いたいたいた。ちっちゃいオスです。ミニオス。さっきのちっちゃいからメスだと僕思ってた、多分。あ、これオスだな。これ顎があるんで、全然でかいオスですね。はい、よし。これちょっと、まあ、来週に回すとして。ね。これ、でかい、このオスですわ、これ。これはでかい。あ、いました、いました。はい、やっぱりね。予想通りメスちゃんですね。はい。かわいいです。じゃあ、改めまして、この大きかった方のオスを。出品としてしていきたいと思います。これでかそうですね。おおほほ、かっちょいい。はい、かっちょいいミラビリスです。これ出品したいと思います。お疲れ様でございます。赤ドンキの方はちょっと残念だったんですけど、ミラビリスはかっこいいのが出てきてよかったな。はい、ちょっと本当にね、今ウカーがめちゃくちゃウカラッシュというかヨーカラッシュというかすごいことになってまして、逆に幼虫がですねだいぶ減ってますので、ちょっと産卵頑張っていかなきゃいけないなと思っている今日この頃ですございます。でまたね、改めてコメントいただけたら嬉しいです。やっぱ声変だよな、ですよね。ねえ。まあ、頑張っていきましょう。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。